回こう、23年間僕は暮らした、7年間技術監督して率いてきたカンパニーを退任し日本に帰国するというタイミングで、ノイズム1にっていうお話をいただいた時に、そのこれからのノイズムの第一歩に一緒に一歩踏ませていただくというのは大きな責任でもあるのかなと思うのに、気が引き締まるというところもあります。それを演じているとか表現しているのでなく、そこで生きている、そこで起こっている、そうじゃないと舞台芸術っていうのはただ生で行われているテレビ番組と同じようになっちゃう。そこでやっぱり起こってるからこそ、事実がここで起こってるからこそ共有できた時に皆さんが感動を受ける、そういう生き方をノイズムのメンバーたちがこの作品でどうしていくのかを見たいのもあるし、それをやはり新潟の皆さんは感じてほしい。やはり僕は外から帰って、ね、日本に帰ってきて初めてこういうところにさせていただくということで、三重だけど森ゆうきのカラーをフィルターを通してその演者が作品の中で思い存分思い切って生きてほしいというか、その世界の住人になってほしいというか、それはやっぱりすごく見たい。あとは何も望まないかな。 Drop down. Yeah.